歓喜、市川團十郎。265個の歓喜、歌舞伎俳優の市川團十郎さんが2023年3月22日にブログを更新し、やったーと題し、團十郎さんはやったー、うおー、世界一、世界一と綴った3月22日の昼過ぎ、世界一と書かれた号外を求めて新橋駅に多くの人だかりができた。この日行われた第5回 WBC 決勝戦でアメリカに勝利し、日本代表が14年ぶりに王座を奪還した。日本中が感動の渦に包まれる中、芸能界でも興奮の声が上がっている。團十郎さんは265個ものびっくりマークを使い、優勝の喜びを表現した。元気もらいました。日本が元気になる。少し元気なかった日本、野球でWBC 関係者のすべての方々の力で元気になる。感動です。最高です。最高です。本当に素晴らしく、強く、すごいと、日本代表への思いを綴ったブログ読者からは、本当に本当に感動をありがとう、最高の結果でしたね、などの声が寄せられている。感動です。最高です。市川團十郎。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。